こんにちは、はじめしゃちょーです。皆さんは〇〇〇円ガチャというものをご存知でしょうか？一時期 YouTube でも流行ってたし、最近もずっと人気のある動画の一つなんですけども、高いガチャガチャってあるんですよ。1000円ガチャとか2000円ガチャとかもあるかな。5000円ガチャとかも聞いたことある。1万円ガチャとかも聞いたことあるんです。〇〇円ガチャっていう、そのお金を入れてガチャすると、その金額相当、または金額以下、運が良ければ金額以上が出ると言われている〇〇〇円ガチャっていうのがあるんですけれども、10万円ガチャを見つけてしまいました。高っ。10万円って、え、スイッチ3つ分、任天堂スイッチ3つぐらい出て妥当なんじゃないかぐらいの、1回10万円のガチャがあると聞いて、今日はこちら茨城県にある関帝局筑波店さんにお邪魔しております。ありがとうございます。なお貸し切りです。貸し切りでここは関帝局っていうお店に来てるんですけれども、10万円ガチャってなんだ。もう10万円何が入ってるかもわかんないし、どういうそのガチャの風貌をしているかもわからないので、とりあえず1回店内見ていきたいと思います。では行こう。では、行きましょう。お願いします。おー。あ、すごい、バレンシアガの靴だ、欲しい。なんかブランド品とかを結構取り扱ってるお店みたいですね。あ、こっちが販売コーナーで、奥には買い取りとかもしてるみたいです。え、俺これ持ってんだけど、ドラゴンボール。え、これ1万2000円もすんの？そんな高いんだ。あー、ルイ・ヴィトンコーナー。あ、強欲な壺と貪欲な壺もある。ゴチのモンスターを5体できる戻ってシャッフルして2ドロー。ガチャガチャとかもここにいろいろありますね。見て、化石のガチャガチャとか、え、すごい、海外コイン、ルアーとかアクセサリーとかいろいろありますね。いらっしゃいませ。あ、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ひどいですね、店内。ありがとうございます。かっけー。タグホイヤーの時計が10万円だから、この感じのやつが出るってことなのかな、ちょっとわかんないけど。いや、ちょっと10万円ガチャ気になってて何にも入ってこない。なるほどなるほど。なんとなくお店の中をずらっと見た感じ、ハイブランド系の何かは当たるような雰囲気はありました。ゲーム系とかホビー系がちょっと少なめですね。ただ今お話聞いたら、期間でそういうホビー系とかゲーム系が売ってる時期もあるんですけども、今はないらしいです。それがガチャにどう反映してくるかですね。ありました。うわ、これが10万円の販売機。やっば、見つけました。10万円自動販売機。高い、お得、何が当たるか、お楽しみ、ワクワク。いや、このワクワクして回せる金額じゃない。これすごいんですよ、見てください。なんと日本初、高級ブランド、高級バッグ、財布、時計など、ドキドキ。あ、やっぱハイブラ系が当たる感じなんですかね。この自販機、俺より身長高いです。186センチあるんですけど、2メートルぐらいあるの。見て、ほら、ちゃんと10万円、めちゃくちゃ強いパワーワードでかかる。普通ね、1万円とかだもんね。1000円とか10万円よ。そしてご覧ください、この一言はすごい心に保険がかかります。必ず当たる、外れなし。101からずらずらずらっと140まである。ってことは合計40ボックスあるってことですね。じゃあこれ逆に40回やったら終わりってこと。いや、ちょっと待って、400万、これここで使います。どうしよう、何円でいこうかな。1回10万でしょ。やばいって。ちょっと聞いてみたいことあるんだよね。店員さん、これって回す方ってどれくらいいらっしゃいます？さすがに10万円だから結構覚悟いると思うんですけど、お客さんで結構回す方いらっしゃいます？月に1回いるかいないかくらいです。月1ぐらいですね、はい、でもそれぐらいだよね。10万を謎のものに使うってことでしょ。結構すごい精神力いりますね。何が当たるか分かんないんですけど、1回10万だったら欲しいもの買いたくなる。気持ちをぐっとこらえて僕は今ここにいます。何円分やるんでしょうか？あ、お金ですか？はい。1回10万円でしょ。そんなね、ポン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 できる金額でもないし。いや、どうしよう。10万、20万、30万、23、23、100万円いきます。100万円です、スイさん。くわ、かっこいい。はい、うわ、いかちいよ。いや、100万あったらしたいことあるよ。大概できますね。欲しい服買いたかった。まあ、出るかもしれないですね、服も。
欲しいのは出ない気がする。やばいって。100万はやりすぎですよ。はい、ちゃんとあの下ろしてきました。マジの100万円です。ここさすがに1回とか2回回す程度だったら何が当たるか分かりきらないので、あの100万が限界です。400万はさすがにちょっと出せないですけども、まあ1/4、25% は何か分かるので、俺がこの10万円自販機の中身を1/4ぐらい暴いておきます。はい、というわけで早速10万円自販機10回100万円分やっていきたいと思います。これ普通の人しないよ。これも動かさないとなかなか1回とか1回もやばいな。1回で10万でしょ。この10万円自販機10回回す人なんてなかなかいないので、ちょっと僕が責任を持って回していきたいと思います。まあこれも決して無駄とかじゃないですからね。もうちゃんと検証というか何が出るかで皆さんに情報をお伝えしたい、その一心でやっております。そしてあわよくば100万円以上を目指したいと思います。でもさ、必ず当たり外れなしって書いてあるってことは少なくともプラスなのか、ちょっと聞いてみましょうか。すいません。はい、それでやる前からちょっと聞いちゃって申し訳ないんですけど、はい、必ず当たるってドーナツ食べたいです。金額的にはその10万円以下とかもあり得る。 なんて言うんですかね、当たり外れの幅ってどんな感じなんですか。ですね、最高額で言うと、はい、一般的に買うと180万円ぐらい出さないと買えないものも入ってます。180万。10万円で入れてその場でうちですぐ売っていただければ150万で売れるようなものもあります。やっばー、マジっすか。はい、ちょっと待って、やばい、そんなに、はあ、そんなすごいんですね。はい、それを聞いただけでも全然なんか燃えてきました。当たりそんなやばいんだ。150プラスやります。今100万あるんですけど、あ、じゃあどっちにしろプラスか。まあ当たれば150万プラスの可能性があるんですが、僕はそこではやめません。儲けに来てるわけではないんです。検証です。ちゃんと10回は当たりが出ても回していきたいと思います。やめたいです当たった瞬間やめたいけど、ここはぐっとこらえますよ。では早速いきましょう。じゃあいきますね。10万円自販機だ、ここね。よし、分かった、入れていきます。あーあー、10万円入る自販機自体がすごいよね。3、4、この時点で高級いけます。5、6、7、8、9、やばい、10、10入ってしまいました。もう後戻りできない、10万円入ってしまいました。さあここから何番を選ぶかですね。101から140。どうしよう番号。まずはね、自分の煩悩を取り払いたいので、煩悩の数と言われている108、108からいきます。じゃあいきますね。108いきます。あ、こっちでした。やばい、全然分かんなかった番号を伝えてね。あ、やばい、はい、108。あー、今開いた。押した瞬間開きタイプね。じゃあいきます。3、2、1、オープンザプライス。なんだこれは。台の上に金色の玉が乗ってるぞ。じゃあ取りますね。え？何これ、なんでしょうね。じゃあ記念すべき一発目、開けます。はい、何、なんか札みたいなのが入ってる。見ますね。はい、うん、30番。30番出ました。おお、開けた時点ではわからないってやつですね。これってこと、こっちってことね。23万8000円でした。ありがとうございました、お疲れ様です。ダメですよ、ダメですよ、まだ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 、店員さん、はい、
30番当たりました。はい、少々お待ちください。ありがとうございます。では頂戴します。ありがとうございます。はい、23万円。え、これどう転んでも当たるのか。今全部見ると面白くないからあんまり見なかったんですけども、23万以上の商品はめっちゃたくさんあった。お待たせいたしました。あ、ありがとうございます。はい、23万8千円です。はい、あの参考価格でございます。一般的に、販売されている、およその金額をこちらに書かせていただいております。なるほどですね。ありがとうございます。いいんですか。はい、でこれはこの10万円ガチャの中だとどれくらいですか。ちょうど中間くらいの金額帯のものになります。あ、なるほどなるほど。これで中間なんですか。なるほどなるほどって言ったけどすごいな。いや、ありがとうございます。23万8千円出ました。うわー、ナイスガチャ。これいいんですか。本当に本当に外れがないんだな。23万で中間ってことはまだまだ上もあるし下もあるのもここで分かりましたね。いや、今のところバックプラスで2回目いきましょう。いきますね。2、3、4、5、6、7、8、9、10。でも20万ここで入れても23万出てますから。さあ、どうしよう、何番でしょうか、何番でしょうかな。いや、こういうのって実は中間とかに当たりがあると思いがちなんですが、実はトップとかにあったりします。101いきます。はい、来ました。開けます。あー、同じ感じね。同じ感じで、もうこのパターンなのかな。全部開けただけでは何かがわからない。アップホン。では2回目開けます。若い方がいいのかな、番号わかんないよね、まだ。はい、10番。10番。多分ハズレかもしれない。10番こちら。ハズレでもないんだけどね。ルイ・ヴィトンの財布、約10万円ですね。10万7800円です。10番でした。はい、ありがとうございます。これ多分あれですよね、そんなハズレ寄りですよね。ガチャガチャの中では若干下の。そうですよね。でもこれでもマイナスじゃないからな。ヴィトンの財布で下の方だよ。あ、やばい、なんかおかしくなってる。10万円出してること忘れてたわ今。苦笑い。 ありがとうございます。うわ、すごい、やったぜ。いや、全然悪い気がしない。むしろ財布なんて使うものだから、これでもしうまい子1万本とかだったらちょっと悩ますけど、同じ金額だとしても実用性のあるものだから、そんな全然悪い気はしないです。ありがとうございます。今のところ良いんじゃないでしょうか。2回やったところ23万はもう当たりだよね。で、10万円のものが当たったとしてもお財布だから、実用性のあるものの10万だから、決して無駄になった気はしないです。これ神ガチャか。値段が高い分なんか見返りもでかいし、10万円相当のものでもこういう使えるものだったらすごいいいガチャな気がすると。続けて3回目いきましょう。3回目いきます。やばい、これで俺は偽札。え、偽札だ。やばい、俺偽札持ってます。いや、大丈夫だと思うけど。え、マジで偽札だ。他の入れてみていい。はい。あ、偽札だ。あ、偽札じゃなかった。3、4、5、6、7、8、9、10。30万いっちまったよ。でもプラスなので全然大丈夫、勝ってます。いきましょう。どうしよう。次、今1番1、1番8開けたんだよね。じゃあ俺がレオパレス時代に住んでいた部屋の番号106でいきます。1、6、はい。
はい、ああもうこれは確定だね。取ります。いやもう多分ね全部一緒だと思うんだよね、問題の中の数字。開けます。若い方がいいわけでも。34番。どうだどうなってるんだ。34番。まあ正解。こちらでした。これは何、バルタンかな、ブルチンかバルタン、どっちだ。バレンティノ。バレンティノか。バレンティノのクラッチバッグです。126,000って書いてある。番号の高い低い関係ないのかな、本当に何番でどの商品か見るまで分かんないっぽいです。34番です。はい、ありがとうございます。あ、ブルチンのクラッチバッグです。バレンティノですね。ありがとうございます。かっこいい。僕はこのブルチンのクラッチバッグを持って銀座を歩きたいと思います。やばい、ちょっと多分2回目と3回目外してる気がする。1回目が良すぎたのかな。23万とか当たるとちょっと欲が出ちゃうね。4回目行きましょう。入れます。これで入れたら40万だよ。もう2、3。え、なんかさっきより音高くない、お金入れた後の。3、4、4。確定演出か。5、6、7、8、9、10。40万吸い込まれました。さあ、だから勝負はまだここからです。まだ折り返してもないから。さあ、どれ行こっか。こういうのはね、いい子にしてるやつが当たるんです。115番、いい子でいきます。1、1、5、オープン。多分確定室来てたから当たってるはずだ。あれ見て、台座の色が銀になってる。108は金、101も金、106も金になって、今銀のこの下のこの人が来ました。これはね、確定演出ですよ。取りますね。下の台座が違う。これはきっと来ました。開けます。24番。やばい、ことが起きてる。83番って書いてあった。見て、ほら、83万2000円の十字架のネックレスだ。やった、元取った、ね、24番当たりました。え、83万。え、ブリンブリンに下げながら六本木肩切って歩こう。こうやって風、肩切ってね。え、やっぱ確定室だったのかな、ぽいよね。83万2700円。ありがとうございます。これは当たりですか。当たり枠です。うわー、すごい。まだ上があるんですね。これはダイヤモンドですかね。はい、そうです。確かにやばい大きさしてるぞ。いいんですか、本当にこんな。はい、いいんだ。うわ、めっちゃ肩の荷が下りた。もう、え、もうトータルで見てプラスでしょ。え、あと60万は好きに気楽に回していいってこと。スタッフさん、一つお聞きしたいんですが、あの自販機の台座の色とかって関係してますか。いえ、交互に入っております。金、銀、金、銀と入っておりますので関係ないってことですね。はい、2分の1の確率です。なるほど、かしこまりました。はい、確認数じゃなかった。じゃあここからはちょっと俺も消費数見たくないわ。という番号のものを持ってきてもらいます。で、そこで初めて俺は何が当たったか分かると。そうすることによって僕はショーケースの中も値段ももう見ることないので、より楽しめると。何も気にせず、ここからは気楽に100円ぐらいの気持ちで回していきたいと思います。じゃあいきます。だんだん全くもう怖くないぞ。もう9、10。さあ、これで50万円入りました。ごめんなさいね、ほんとね、
80万当たってるんです。何も怖くないもん。どうしよう、どれにしようかな。よくわかんないから適当でいいや。127。はいはいはい、オープンオープン。ああ、金の台座。開けますね。まあ、もう当たってたとしても僕は欲深い人間なのでもっと上を目指したいです。いきます。一桁だ。5番5ですね。査定員さん呼びましょうか。お願いします。なんか後ろの人たちがニヤニヤしてるな。こっちの方がいいね。ドキドキしてるね。ショーケースの中が何か分かんないから。はい、ありがとうございます。はい、5番の品はシズンの乙計になります。わあ、かっこいい。19万8000円、20万円ぐらいの時計ですね。危ない、今ゼロ1個多いかと思っちゃった。19万8000円ってことはまあちょっといい方。そうですね、こちらに入ってるお時計の中では中堅クラス。あ、中堅か。まあ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 、腕時計俺あんまりしないからこれ武器にしてみるのもありかもしれませんね。80万より上があるのか。当てて。はい、というわけで折り返し5回回しました。50万円使ったところと結果、1回目が23万円のネックレス。ここでやめてもよかった、ここでやめてもよかった。もう13万円プラスになってます。2回目回した時が10万円相当のお財布。3回目がブルチンのクラッチバッグ。そして4回目がダイヤモンドのクロスのネックレス。83万円でした。これが多分かなり当たりだと思います。5回目がシチズン腕時計が20万円相当のやつです。いいガチャだ。というわけで5回回したところの当たりの推定価格の合計金額が146万6700円です。100万超えてるってことは現時点でもう100万近くのプラスが出てるってことでございます。ありがとうございます。すごいこのガチャ。あと5回残ってるんでしょ。あの80万のネックレスを超える当たりが見たい。回していきましょう。では後半戦6回目いきたいと思います。いきましょう。でもね、やっぱねプラスが出てると言ってもこの10万円入れる瞬間はちょっと緊張してるな。はい、60万円ぶっ込みました。いやマジでどうしよう。下の方はあんまりまだ行ってないので、あえて一番最後の140番とか行ってみましょうか。はい、さあ、おお、開けます。35番です。お願いします。35番でした。35番になります。待ってる時間が緊張だな。お待たせいたしました。 ありがとうございます。35番はグッチのチェーンリュックになります。おお、おめでとうございます。ありがとうございます。レディース、レディースですね。わかりました。女にあげます。すごい、こちら235,440円です。ありがとうございます。13万プラス、やばい、すごい。何このガチャ。ただレディースでしたね。あの、僕は使えないので、まあ、いつか嫁ができたら渡したいと思います。さあ行きましょう。7回目です。もう楽しくて楽しくて仕方ないこのガチャ。70万円いきました。純粋に楽しいわこれ。何番にしようかな。逆にこの奇数の並びとかと135みたいな、135でいきます。はい、来ました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 。135番、開けます。おお、いい数字が出た。ラッキーラッキーセブンでした。ラッキーセブンです。はい、いただきます。お願いします。ありがとうございます。さあ、数字の縁起はいい。また何かですね、幸運の数字と言われてますね。7番果たして何が来るのか。お待たせいたしました。ありがとうございます。こちら成功のブライツとソーラー時計になります。はい、
あ、びっくりした。110万かと思った。びっくりした。これが11万円。11万円。ありがとうございます。これは、あれですよね。ちょっと低め。ちょっと低めですかね。いやいや、全然1万円プラスです。さあ、これであと3回。80万、90万、100万円、あと3回チャンスがあります。では、8回目いきたいと思います。いや、もうせっかくだったら当たりを当てたい。お金どうこうとか、金額どうこうとか、儲けたいとかじゃなくて、普通に当たりを当てたい。それだけです。いきましょう。いけ！80万円いきました。さあ、どうしようか。どこ開けたかも、結構わからなくなってきたぞ。どこに当たりがあるんだ。よく考えろ。俺だったらどこに入れるんだ。真ん中、ここら辺だよな。真ん中と言ったら。真ん中に当たり入れる。でも入れないっす。外したいよね。端っこ行きましょうか。104行きます。はい、行きます。開けます。19番。19か、なんとも言えない数字ですね。お願いします。お、来たようですね。お待たせいたしました。ありがとうございます。やったわ。これゼロは間違ってない。ゼロは間違って2万円。逆に今までが良かったのかもしれない。これは俗に言うハズレですね。ハズレはかな。まあさすがにね、プラスばっかりやってるとお店が成り立たないから、こういうのもあるよっていうのを引きました。何？僕は傷一つついちゃいません。マイナス8番できる分のプラスはもう出てるので全く問題ないです。ここから当てていきましょう。よかった。なんかプラスばっかりだとズルしてんじゃないかみたいに思われそうなんですけども、本当にズルなく普通にやってます。なので、ああいう外れもあるということを僕は今証明しました。さあ、残り2回気を取り直して頑張りましょう。2万か。プラスだからいいんですけどね。行きましょう。ってことは端っこじゃない説あるか。はい、これで90万円いきました。やっべえ、ちょっとさっきの怖かったな。2万とかも入ってるんだね。じゃないとお店が成り立たないから。やばい、もう外したくない。今まで良すぎたのか。逆に角はちょっと怖いよね、これで。いや、やっぱ真ん中あたりに当たりがあると思いたい。120番いきます。よしよしよし、はい、120番開けます。はい、4番。はじめ社長の高校のバスケの背番号4番です。お願いします。まあ4は不吉って感じあるよね。死とか。ただ並んでいるとね、4が合わさって幸せとも言われています。デッドはアライブ、どっちなのか。まず頼む。お待たせいたしました。ありがとうございます。こちらの音計になります。あー、セーフです。自動巻きの音計ですね。おー、9万8000円。タエ。10万円のガチャで9万8000円。タエです。泣いても笑っても次がラストです。いや、ちょっと80万円の当たり引いてからちょっと落ち着いてきているので、外しながらも最後ドカンと一発大きな花火をあげたいと思います。ラスト10万円いきます。やばい、怖いよ、ラスト怖いよ。97 98 99 100。100万円がこの中に入っていってしまいました。さあ、ラスト1回当てたい。スタッフさん、これって完全にランダムで入れたんですか。それはかき混ぜて完全にランダムで入れてますので、我々もどのボックスにどのボックスが入っているかは感じています。なるほど、どれでもよかったのか。
どれでもいい、ランダムということか。その前に最後だからさ、ちょっと当たり見ようぜ一回。それ一番の当たりってどれですか。ちょっと最後なので聞いておこうと思いまして。はい、こちら一番の番号札、ロレックスの GMT マスター。これか、これが一番当たりですね。ロレックスの腕時計、86万円バック当たりってことですね。え、待って、じゃあ俺さっきヤバい当たり引いてた。さっき僕当てたのって2番目あたりとかですかね。2番目当ててたんだ。となるとここで1番も当てなければなってなると、もう自分の気に入った番号を押すしかないな。1番引けばいいってことですね。わかりました。じゃあ111しかないでしょう。1に埋もれろ。はい、開けます。お願いします。はい、来たぞ。え、来た、まさか。来た、ありがとう世界、ありがとう神よ。今引いたの何桁だと思う。まさか一桁ですか。2桁です。お願いします。お待たせいたしました。22番、18金ホワイトゴールド、ダイヤ 0.04 キャラット、デザインネックレスとなっております。でもめちゃくちゃ高い。ご覧ください、このネックレス、ダイヤモンドですかね。はい、168,500円です。ありがとうございます。楽しかった、よかった、最後もプラスで終わって。はい、というわけで10万円ガチャ10回100万円分回させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。え、僕の引きはどうでした。すごい良かったと思います。あ、本当ですか。はい、80万超えのネックレスはめちゃ当たりですよね。多分当たりです。ただもっと高いのがこちらにあると。そうですね、1番、はい、1番が、ロレックスの GMT マスター2というあのお時計でございまして、はい、当時の定価はおよそ86万4千円ほどの定価でございますが、うんうん、今およそ180万円ほどの金額に上がっておりまして、参考価格が86万だけど、うん、はい、もっと、それがさっき言ってた最初の方おっしゃってた180万ってことですね。はい、これが当たればあのうちですぐ150万円でお買い取りできるようなものでございます。即140万プラスってことですね。そうで、そうなります。いや、すごい、ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです、本当に。ありがとうございました。他のお客さんも多分来ると思うので1位は出さないでおきましたよありがとうございます。はい、というわけでガチャ回し終わったので、他にどんな景品があるのかちょっと見ていきましょう。見て、上とかフレスティ5ですら外れなのよ。うわ、EV ヒーローズだ。これ値段書いてないけど、え、これめっちゃ高かった気がするんだよ。ちょっと調べていい？ああ、もう全然10万超えてるわ。EV っていうポケモンがすごい人気だから、これもう10万どころじゃないです。全然超えてます。後ろ見て。スイッチ。これ2個ない？ありますね、2個か。2個でもでも外れたよな、10万だったら。はじめさん、この中だったらどれ欲しかったですか？ああ、もう本当に物だけ見て。はい。1万。否定しないんだけど、やっぱこんなに価値あるものだって言われるとちょっと欲しかったな。あとポケカやってる身からすると、この EV ヒーローズはマジでレアだから、これも欲しかったな。あ、よかった。なんかほら、何も当たらなくてもさ、この動画を見た人は当たらねえじゃんってなるし、当たりすぎるとなんかやらせっぽくなるから、なんか、ね、ちょうどいい塩梅でいけなかった。めっちゃいいバランスでしたね。ね、はい、みんな笑顔。はい、というわけで10万円ガチャを10回やった結果こちらになります。全部ハイブラだよ。一応僕100万円使ってガチャをやったんですけれども、当たりのこれの参考価格の合計金額どれくらいなのでしょうか。10回回す、俺もう何も覚えてないんだよ。では発表します。はい、お願いします。10万円ガチャを10回回した結果、はい、総額はなんと、はい、214万440円。100万プラスってこと。プラス114万ぐらい。そうです。やっばー、外れたかもちゃんと引いてんのに。もうちょっとやらせてください。